はい、皆さんこんにちは。 ED カウンセラータートルです。ということで今回はですね、30〜40代の方でちょっと ED かもしれないな、ちょっと下半身元気ない日があるなっていう方で、運動をしたことがない方、 ED 改善にはですね、中強度の有酸素運動、たったの1分でできる3種目、腕立て伏せ、腹筋、ジャンピングスクワット、全部20回ずつ合わせてたったの1分というメニューをね、やっていきますんで、ぜひね、その場で動けるという方は一緒にやっていきましょう。ポイントは少し息が上がるスピードでやった方がいいです。20秒やっていくんですけども、20回以上できても OK です。今回はですね、この20秒3セットというタイマーを使ってですね、1分間やっていこうと思います。腕立て伏せ、腹筋、スクワットの順番でやっていこうと思いますんで、皆さん一緒にやりましょう。肘の曲げる角度、あとはスピード、幅、そこはですね、もう皆さん自分の能力に合わせてやってみてください。では20秒いきましょう。 1, set to go. いきます。はい、すぐ、はい、はい、では腹筋いきましょう。できれば上半身と下半身が同じように連動して動く方がおすすめです。息しっかり吐きながら、はい、最後ジャンピングスクワットです。手は頭でもいいです、振ってもいいです。足の幅は肩幅ぐらいがちょうどいいです。はい、お疲れでした。ちょっとタイマーがですね、20秒おきに3秒休憩が入っちゃってまして、まあ今やったのがですね、なので66秒今やったことになるんですけども、今みたいに少し息が上がるスピードで毎日1分、朝でも晩でも OK です。運動をしたことない人というのはやっぱりね、運動する習慣がないと思うんで、1日たったの1分からでもですね、体の大きい方、太ってる方でも細い方でも、下半身元気ないなと思った方はですね、たったの1分からやってみましょう。1分から、そこからね、どんどん元気が出てくればトレーニングする意欲も湧いてくると思いますんで、今みたいにちょっと息の上がるスピードで頑張って見ていきましょう。少しずつですね、下半身元気が出てきますんで、ぜひ頑張っていきましょう。タートルでした。説明欄にですね、ブログのリンクも貼ってますんで、よかったら見てみてください。そして説明のところに、タートルおすすめの、悩める方のね、お薬、タートルもね、実際使ってみたりしたんですが、やっぱ薬はすごいんで、必需品としてね、持っていてもいいんじゃないのかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。コメントもください。